オーバーランドパークはアメリカ合衆国カンザス州で2番目に人口の多い都市である。ジョンソン郡に位置し、伝統的にミズーリ州カンザスシティの衛星都市とみなされ、付近にはカンザス州のオーレーサ、レネックサ、プレーリービレッジ及びリーウッドの各都市がある。2010年の国勢調査で人口は17万3732人であり、 2000年の149,082により16%増加した。オーバーランドパーク氏は CNN マネーとマネーマガジンが選ぶアメリカ合衆国で住みたい都市百欠の中の10位以内に常に入ってきた。2008年のランキングでは9位だった。さらに2009年あなたの子供を育てるための最良の場所の一つにも入っている。アメリカ合衆国の成長に適した 場所充血では3位だった。テレビ番組ザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・タラの舞台にもなっている。オーバーランドパークの起源は1905年に創設者、ウィリアム B ・ストラングジュニアが到着した時に遡る。ストラングは現在中心街となっている土地600エーカーを購入し、軍事道路に沿って区画割りを行った。これら区画の一つがオーバーランドパークと名付けられ、 1909年12月24日には、ストラングがスポンサーになって、ライト兄弟による飛行ショーが行われる場所となった。これは、ミシシッピ川の西では、初の飛行機の実演になった。1960年5月20日に、第一級市として姿勢が敷かれ、ジョンソン郡では、最新の地域社会の一つになった。当初の人口は28,085人であり、西は、 アンティオック道路、南は107番通り、東はチャドウィック、北は、週刊高速道路35号線を境界としていた。面積は17.2平方マイルだった。1990人の人口は11万1790人となり、1995年に編入されている面積は56.6平方マイルとなった。それ以降も増え続け、2008年時点で、 人口17万1231人、面積72平方マイルとなって、カンザス州では人口で2番目に大きな都市となった。カンザスシティ都市圏の中のオーバーランドパークオーバーランドパークは、北緯38度56分24秒整形94度40分51秒、北緯38.9400度整形94.68083度、 3 8 9 4 0 0十9 4 6 8 0 8 3に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は56.8平方マイル、この内陸地は56.8平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.18%である。2008年初期、市政委員会がその時の南側協会からさらに15、 平方マイルの地域を併合することを評決した。この併合は3月10日付で有効になった。このことで、地域はジョンソン軍の北と南の境界のほぼ全距離にまたがることになった。オーバーランドパークは、アメリカ合衆国農務省の体幹性気候区分の5ビットから 6A に区分され、熱帯性植物の多くには霊量に過ぎている。 ペンの気候区分では湿潤大陸性気候になり、冷涼で乾燥した冬と暑く湿気た夏が特徴である。春と秋は、外して温暖であり、時として雷雨が発生する。1月が最も寒い月であり、しばしば冬雨や日雨を伴う暴風があり、平均最高気温は、下三38度である。外して7月が最も暑い月であり、気温は下し90度以上になり、 湿度が高く、夜遅くには雷雨がある。以下は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。収入と、家計オーバーランドパークは、カンザス州全体と同様にプロテスタント教徒の数が多い。大きなバプテスト、メソジスト、ナザレ派及びペンテコステ派の教会が、オーバーランドパーク市内や隣接する郊外に点在する。 1894年にカンザスシティに設立されたユダヤ共生党派品合具であるコングリゲーションベスイスラエル・マブラーム・ボリナーがある。カンザスシティ都市圏及びカンザス州では唯一のユダヤ共生党派品合具である。市内には広さ300エーカーのオーバーランドパーク樹木園と植物園がある。オークパークモールは地域でトップクラスのショッピングセンターであり、 ノルドストローム、ニジラーズ、マーシーズ、JC ペニーなど180以上の店舗を抱えている。広さ12エーカーのディアンナ・ローズ子供農場は、カンザスシティ都市圏でもトップ10に入る観光地になっている。200以上の動物、釣り池、1900年代初期の校舎などがある。2008年8月には、ニッケル・オデオン、チャンネルによって、 カンザスシティ都市圏で一番の家族向け行楽地として認められた。12面の公式試合ができるサッカー場複合施設が完成した。すべて人工芝が敷かれている。暑い日には芝を冷やす散水設備もある。市内にはオーバーランドパーク会議場がある。歴史ある中心街にはファーマーズマーケット、時計大広場及び市の創設者ウィリアム B。 ストラングジュニアの彫像がある。オーバーランドパーク最大の雇用主は、携帯電話事業のスプリントネクステル社であり、スプリント社がネクステル社と合併した後で短期間、バージニア州レストンへ移していた、世界本社をここに置いている。構内は、広さ240エーカーあり、従業員数は、約18,500人である。市内には他にもアークワールドワイド社。 地域電話会社のエンバーク社、従業員が株式所有者であるブラックビーチ社の本社があり、以前はレストランチェーンのアップルビーズの本社もあった。ショーニーミッション、ブルーバレー、スプリングヒル及びオレーサの各教育学区も以外の数千人を雇用している。公共教育はショーニーミッション、ブルーバレー及びオレーサを含むいくつかの教育学区によって運営されている。 ジョンソン軍図書館があり、市内には下記の場所に支所がある。詳細はカテゴリーオーバーランドパーク出身の人物を参照しないには独自の公共交通体系はない。しかし、ジョンソン軍は市域内で座城を運行している。2008年時点でカンザスシティのライトレール計画には入っていない。ありがとうございます。